皆さん、こんにちは。映画「我を描ければ」、10月1日アスティ徳島の上映会に参加してきました。この映画は常盤貴子さんが演じる主人公、天保に生まれ明治大正に生きた女性解放運動の先駆者矢島梶子さんの生涯が描かれた作品となっております。上映前に山田久子監督の挨拶があったんですけれども、とにかくこの天保、明治、大正と時代が目まぐるしく変わるので、俳優さんも立ち代わり入れ代わりで、またこのコロナ禍によって撮影が大変だったというお話をされておりました。当日、貧血でなんか体調があんまり良くなかったというお話をされてたんですけれども、90歳とはとても思えないほど大きな元気な声で淡々と映画の説明をしてくださいました。この「我を描ければ」、三浦綾子さんの原作を私何度も読ませていただいたんですけれども、この映画の感想を一言で言えば、綺麗にまとまっていて非常に見やすかったです。私は映画をほとんど見ないので、あまり映画のことを話しても参考にはならないと思いますけれども、この作品は無駄なところがなく、そしてこの原作に忠実で、原作のすべてのことを映画にするのは時間の都合で無理なのでしょうけれども、大切なところは細かく描写されておりまして、きれいに伏線回収と、そして簡潔に結末が描かれておりました。この矢島梶子という女性は、何が起きても取り乱したりはしないと自分自身を信じきっていましたが、その自分の思いに裏切られました。情欲の誘惑に負けてしまったのです。そんな時に、生きた聖書と作中に書かれておりますミセス・ツルーというアメリカ人の先生との出会いで神様の救いに預かることができたのです。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。そしてイエス様は墓に葬られ、3日目によみがえられました。これらのことを受け入れ、そしてこのことを心から感謝し、己の救い主はイエス様であると心から信じれば救われます。救われるためにはいささかの行為も必要ではありません。あなたの救い主がイエス様であると告白するだけでいいのです。カジコは自分自身を信じきっていましたが、それに裏切られ、すべてのことを神様に祈り、頼るほかありませんでした。梶子は幼子のように神様の力を信じました。梶子自身、神様の導きを日々感じるに至りました。梶子は拘束が生徒を縛ることに虚しさを感じておりました。この矢島梶子の教育の根本は、神様の導きを信じる以外に教育の根本はなかったというものでした。梶子は我弱ければという思いに、ひたすら神様だけ見上げて祈り求めました。新約聖書第2コリント12章9節という箇所に、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうとあります。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるとありますように、矢島梶子という人物を通して重い煩いを私たちが神様にお渡しするのを、神様は待っておられることを知り、そして私たちが
へりくだった時に、初めて神様が生きて働いてくださり、この弱さのうちに完全に働くという真理がその通りになることを知ることができます。本当に感謝ですね。聖書には、良いところだけではなく、失敗したところもいろんな箇所で書かれております。聖書の御言葉をしっかりと理解し、そして自分に適応して、良いところは学んで、失敗したところは同じことをしないようにと歩んでいきたいものです。あなたには聖書があります。聖書があなた方を治めるでしょう。原作には映画に入りきらなかったところもたくさんあります。ぜひ映画を見られた方も、そしてこれから映画を見られる方も、ぜひ、この我弱ければ読んでみてください。おすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。